吉田うんなんか食堂があるらしいじゃないですかその食堂のミコさんっていう方だったかな、うん、そのミコさんっていう方は検出されない本当の特攻隊の気持ちを受け取って戦後それをね少しずつ公開していったというか。 ご遺族に届けたというまあそんな話を聞いたことがありますけどもまあこんなことをねあの枝島の,あの私あの仕事をしている時に特攻隊の生き残りっていう方にねあのお会いしてお話を聞いたことがあったんですよまあその方もね御年当時で七十何歳とかだったと思いますけども、うん、特攻隊に行って訓練を受けてたんだけども終戦があって生き残ったんだって言われてましたねでその方が言われるのは 今の平和の世の中ってうのは繰り返し繰り返し戦争をしてでその中からね戦争することの虚なしさやバカバカしさっていうのを骨身に染みていやもう命より大切なものはないよねっていうふうにして戦争をやめたそして平和を勝ち取ったっていうまあそんなねことを言われてましたね。でもきっととこれから平和の世の中が続くと 命より大切なものがあるんじゃないかっていうふうな考えが台頭してきて命を投げ打ってでもやることがあるっていうふうに傾いていって戦争が起きるというふうに予言されてましたねまあ何とも奇妙な話だなと思いますけどもうん特攻隊というね自分の寿命を命令によって決められた人で一度は覚悟したわけなんですけどもそこから生還して いろいろと考えを巡らした人の言葉なんで、結構重かったなと思いますね。いっらっしゃい。